皆さんこんばんは、ゆっくりっすです。今回は JR 西日本113系115系近郊型電車の走行集第2弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シューシューポポ、ご注意ください。岡山駅9時55分回送列車となり車両基地に戻ります。115系近郊型電車改造車です。倉敷駅11時20分着普通列車山陽本線三原駅113系近郊型電車です。倉敷駅11時24分発普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車。倉敷駅11時45分から47分発着普通列車山陽本線近郊行き115系近郊型電車です。倉敷駅12時47分山陽本線近郊行き115系近郊型電車です。倉敷駅12時49分発普通列車山陽本線岡山駅113系近郊型電車です。倉敷駅13時9分発普通列車山陽本線糸崎行き115系近郊型電車です。倉敷駅13時21分着普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車です。北長瀬駅10時30分から31分発着普通列車糸崎行き115系近郊型電車です。北長瀬駅11時6分から7分発着普通列車三原駅113系近郊型電車です。北長瀬駅11時17分着普通列車山陽本線瀬戸行き115系近郊型電車です。岡山駅14時34分回送列車となり車両基地に戻ります。115系近郊型電車です。岡山駅15時57分着普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車です。岡山駅8時24分着普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車です。岡山駅8時21分回送列車とに車両基地に戻ります。115系近郊型電車です。岡山駅8時31分回送列車とに車両基地に戻ります。115系近郊型電車です。岡山駅8時42分回送列車となり車両基地に戻ります。115系近郊型電車です。岡山駅8時42分回送列車となり車両基地に戻ります。115系近郊型電車です。岡山駅8時58分回送列車となり待機線に移動します。113系近郊型電車です。北長瀬駅9時33分発普通列車山陽本線岡山駅113系近郊型電車です。北長瀬駅10時ちょうど普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車です。北長瀬駅9時42分発普通列車山陽本線岡山駅115系近郊型電車改造車です。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。